西口百合ヶ原駅は北海道札幌市北区百合ヶ原5丁目にある北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は G07。電報略号はゆり。1986年に百合ヶ原公園で開催された全国都市緑化フェア86札幌花と緑の博覧会に合わせ臨時乗降場として設置された。 博覧開閉会後については当初撤去を予定していたものの住民の常設化要望があった上周辺の宅地化が進行中で相応の利用者数も見込まれたため引き続き臨時乗降場として営業を継続し翌年の国鉄分割民営化に伴い正式に駅に昇格したゆりヶ原公園の名称から相対式ホーム2面2線を持つ地上駅 送園駅管理の無人駅、簡易自動券売機、簡易自動改札機設置、キーとかの利用が可能であるが、カードの販売は行わない。2019年度の1日平均乗車人員は860人である。これは札幌市内の JR 北海道の駅では最も少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。 西側の太平地区は1960年代に宅地化された一戸建て中心の住宅街が広がる。また、東側のゆりが原地区は主に玉ねぎ畑が広がっていたが、1980年代に当駅の開業と前後して宅地化され、主に低層集合住宅が広がる。東側に整備されている駅前広場にはバス路線の乗り入れや商業施設はない。 ありがとうございます。